86BRZ レースセゴーラウンド第8戦を1週間後に控えた9月22日の岡山国際サーキットに、近年苦しい戦いを強いられてきた横浜タイヤからついに出されるニュースペックタイヤのテスト走行に、谷口信輝と KTMS 神戸トヨペットが来ていた。できればね、勝てるタイヤになってほしい。まずは今までの旧スペックタイヤアドバン A08B でのアタック。今までのタイヤのタイムは1分51秒72。そしていよいよニュースペックタイヤに履き替えてのアタック。タイムは1分49秒42と旧タイヤより2秒以上縮める結果となった。今回我々、神戸トヨペットチームはですね、ここ岡山国際サーキットで、新しく出る、アドバン、08B のですね、最終テストを行っております。今日履いてみた感想はですね、かなり手応えがある。ついにですね、僕も久しぶりにこの86レースの戦いに混ざれそうだと、いや勝ちに行くという感じのね、手応えを今日得ました。これでですね、次戦菅生がとても楽しみです。